違憲したとして4つの激戦州を提訴したテキサス州の訴訟が連邦最高裁判所によって棄却された件についての内情が明るみに出ました。12月17日、リンウッド弁護士は最高裁がこの案件を却下した理由を今になって理解したとし、それはジョン・ロバーツ最高裁首席判事が間に入って妨害していたからだという重大なツイートをしました。このツイートでは次のように述べています。腐敗と欺瞞が我が国で最も権力を持つ役職である最高裁首席判事に及んだ。我が国にとっては悲しい日であるが、真実に目覚めた日でもある。ロバーツは最高裁が大統領選の訴訟において不作為だった理由であり、他の人も関与していた。リンウッド氏はまた、これは8月19日の電話での会話内容だ。ロバーツ判事が、あのクソ野郎が再選されないよう確保すると電話で言っている。ロバーツはスティーブン・ブライヤー判事と電話でトランプ氏をいかに降ろすかについて話し合っていたと書き込みました。この2つのツイート後、リンウッド氏はまた、ロバーツとブライヤー判事の発言に関する私の文書は複数の第三者に引き渡し処理されたとツイートしました。さらに、真実の情報を抹消することができないとき、それを広める者はしばしば攻撃を受けるが、真実を否定することも破壊することもできず、私はその真実をすでに確認したと示しました。この2つのメッセージに先立ち、リンウッド弁護士は別の大きな意味を持った書き込みをしていました。文中では、ジェフリー・エプステインのプライベートジェットのリストにジョン・ロバーツ、この名前が現れたとき、長い間疑問を持っていたと指摘しています。リンウッド氏の文中で言及されているエプスタインとは、未成年の少女に性的暴行を加えた容疑で拘束された金融界の大物で、昨年夏にマンハッタンの刑務所で自殺したとされています。以前はよくプライベートジェットで友人を連れ、少女と遊べるという島に向かっていました。小児性愛者であるエプスタインのプライベートジェット機のリストにジョン・ロバーツ裁判長の名前があることで、ウッド氏は様々な疑問を呈しています。同氏は、主流メディアはこの事件を調査して真実を掘り下げることに興味がない。しかし、アメリカ国民は答えを知るべきで、すべての嘘が暴かれるだろう、と語りました。リンウッド氏は次のツイートは彼の人生で最も重要なツイートかもしれないとし続けました。ロバーツ首席判事は腐敗しており、直ちに辞任すべきである。ブライヤー判事もそうだ。彼らはトランプ氏が再選し、勝ったという真実を国民が知ることを全力で阻止している反トランプ派なのだ。リンウッド弁護士のツイートに多くのユーザーがコメントしています。コメントには C-SPAN、米議会中心の政治専門ケーブルチャンネルのロゴが入った政府の公聴会の動画を載せており、その中の証人は別の裁判所職員の話を伝えています。同職員は最高裁判事らによるテキサス州が4州の違憲を提訴した案件を討論している様子が聞こえたと言っています。この証人によると、他の判事がテキサス州の訴訟を受ける決定を阻止したのは、ロバーツと数人のリベラルな判事だったといいます。この動画で証人が引用した裁判所職員の証言の場面は、保守系ラジオ、ハルターナーラジオショーでも明らかにされています。同証言では次のように述べられています。私は最高裁判事の職員で、今日は今までに見たことのないことが起きた。閉じられたドアの中で判事らが大声で議論していた。ドアを閉めた密室で判事らが会うのは一般的なやり方だ。いつもは落ち着いているが、今日はロビーまで彼らの怒鳴り声が聞こえてきた。電話での会議は信用できないから会って会議していた。ロバーツ首席判事は、もしこの案件を受け入れたら、あなたは暴動の責任を取れるのかと叫んだ。ブッシュとゴアの案件はやめてくれ。当時は暴動はなかったんだ。自分のここでの役割を忘れたのか、ニール。あの初級判事の話はもう聞きたくない。どのように評決するか教えてやろう。ロバーツ氏にニールと呼ばれたこの判事は、ニール・マギル・ゴーサッチ判事です。
また同証人はトーマス判事がジョン・ロバーツに、ジョン、これは民主主義の終わりを意味すると言っていたと話しました。判事らが部屋を出るとロバーツ氏とリベラル派のカバノー判事は笑みを浮かべ、アリート判事とトーマス判事は明らかに怒っていて、エイミー判事とゴーサッチ判事は無表情に見えたと述べました。公聴会での証人は、彼、ロバーツが言ったことは正しいことをすることを恐れている。これは道徳上臆病者だ。最高裁は正誤の最終的な仲介者であり、善悪の最後の防衛ラインである。彼らは自身の職責を履行していないと述べています。米国史上でも珍しい判事が司法原則を放棄した腐敗した内情を暴いた後、ウッド氏は再びツイートし、脅されたことを示唆しましたが、神を信じているから怖くないし自殺もしないと述べました。米大統領選挙で明らかになった多数の不正と詐欺の手口に人々は驚愕しています。ハイテク、IT、メディアなどの巨頭、行政、司法などあらゆるレベルの隠された闇の勢力が今回の選挙ドラマに関与し、悪の役割を果たしたとも指摘されています。エポックタイムズ大紀元の番組思想リーダーのインタビューでパウエル氏は、大量の証拠がありながらも社会的責任を放棄するという大規模なメディア、司法及びその他の部門の慣行について懸念を表明しました。彼女はこのようなことが起きたのは明らかに初めてではないので非常に心配だが、今回のような大規模にことが起きたのは初めてだ。私は2016年にカリフォルニアから不正行為がそこで起こったことを示す多くのデータを受け取った。ヒラリー・クリントンはバーニー・サンダースに同じことをした。彼らがサンダース氏に全てを話したと教えてくれた目撃者がいる。そしてそれを暴露する代わりにサンダース氏は彼らに身を預けた。金銭的及び政治的利益のために世界の権力エリートは世界中のどこにいても少なくとも15年または20年の間これを行ってきた。我々自身の政府も一部に関与しており、政治的な境界線を越えている。民主党と同じようにそれで利益を得た共和党員が間違いなく存在しており、このゲームをやっている。私は映画マトリックスは本物だと日に日に実感している。Epstein and Supreme Court Justice Roberts initially would have met, or how that relationship would have developed? How they would have met? I think he met when he was under Bush, not too long after he was appointed, somewhere along there, just a basic meeting, powerful people, something like that. He did help him with his adopted children. From what was said there and what was, you know, discussed openly in this little dirty trick squad, the children are not genetically brother and sister, but they're raised that way. So that's more valuable to them.
One, if not both, were originally from Wales, but they were in the Epstein channels and were easily removed from their version of foster care to Ireland, which has much more open adoption type records. And he facilitated this for Robert so he could adopt them both at the same time. There's a little gap, but it was just paperwork. And that was him. Epstein had done that for him. So they met, they worked together, and he was known in favors at some point. Was this something Supreme Court Justice Roberts would have paid for, or is this a favor exchange to Epstein to link up with these children? Or I don't know at that point. Okay. It's possible it could be either one. I don't think there would be a payment at that point. It's more for his position. There would be something in type of favor, but I don't know either one that was done. He facilitated it. Mm-hmm. Was there payment? Was it favor? I can't say. Okay. Can you go into any more details on Supreme Court Justice Roberts with these children and the circles that he ran in, as far as you're aware? Children are often used as a commodity, a way to buy yourself into certain inner circles. And these people are all wealthy, they're all powerful, and they won't trust you unless you're as compromised as they are. So you provide children to them, your children, adopted children, whatever. This is how they trust you. You're as dirty as they are. You cannot be exposed because you can't expose them. They can't expose you. If everybody's just as dirty, you're safe. And I said, this is a way for them to buy their way into these inner circles and get access to whatever. Children are the payment and the dirt and the control. Now, who else would we want to talk to, or is there any additional documentation that we could pursue to solidify what you're saying here today? The FBI has copies of the videos from the FISA surveillance. It was discussed, but I can't prove it, that Roberts had a copy. Rod Rosenstein certainly has a copy. Sean Henry of CrowdStrike, who was FBI at the time, he took two copies back to FBI with him. So the copies were made, and then it was actually Sean Bridges who encrypted them and gave them the keys. It was the same people. He was a backup plan. He was their biggest threat, being the most conservative justice. Justice Scalia, I believe he found out about this, the plans, and he went to the White House like a week before his death. I believe he found out what they were trying to do. When they moved away from the overall attack of where these people lived, or they would attack around the holidays when more than one justice would be in their home, things like this. And again, Roberts was providing this, but they had to take him out. He was seen as their biggest obstacle. So the same basic group that was involved were given access to the ranch where he was found. They talked about how they did it. They had a couple different options, but it was discussed prior to his death, what they intended to do, where they could possibly do it, how they could do it, who they would need. The records are there at the Cibolo Ranch. One person was brought in, so there was three men. One person was brought in as a temp worker. The other two, same team, were brought in as servants from a group that was there hunting. And they discussed how it was done, they used DIMSO, dimethyl suboxide, which is a fairly inert chemical, just goes through your skin. But if you mix it with a poison or a drug or something like that, it'll go directly into your system and overload you. I believe that's why he was found with the pillow over his face. He was struggling to breathe. He couldn't breathe, he was choking. And this particular chemical you can tailor to the person. If they have a drug problem, you can put fentanyl in it and overdose them. If they have a heart condition, it would take very little to go directly in. It'd be like a direct injection into the heart. And they talked about how they did it, and Roberts is on the phone with these people discussing the successor. And he wanted a say in it because now it was only going to be one person. He wanted to pick that person, and he wanted a say in who was going to take it. And of course, there was a lot of people that were talking about Eric Holder taking it, all kinds of people. But he wanted a say in who was going to take over Justice Scalia's spot. And I don't think he got it. I mean, obviously it didn't happen because President Trump was here.
But he did want it, and this was all prior to discussions and him complaining that he wasn't getting any say prior to his death, his sudden death. So it was well known. And so aside from Roberts being waiting on this, did Rosenstein or anyone outside of the White House, had they been made aware of the plans? Perhaps in Hillary's camp that you could speak about? Well, Hillary and Obama knew about it. I mean, it was supposed to be done under her watch, her mm-hmm. first term, so that they could pack the court. They were fully aware of it. Rod has an intense hatred of Hillary, even though he worked with him, he had to. He's not fond of Obama, really. He's only fond of himself. But this was plans that they enacted through them, and Rod was integral in running the Hammer system through Baltimore,